サバをさばいて、お疲れサバです。どうも、釣り人Kojiです。いやー暑い。なんだもう湿度がやばいですね。気温もやばいですけど、本当熱中症にはお気をつけください。マスクしてて喉が潤ってるなーと思ってても、体は脱水症状を起こして急にバタッと倒れることがあるので、本当お気をつけください。僕も一回ですね、高校の時に熱中症で倒れたことがありまして、もう穴という穴からね、鼻水とかからね、もう穴という穴から液体が出る。そしてね、本当に頭グワングワンしてね、本当に舐めない方がいいですよ。マジできついんで、本当にお気をつけください。特に釣りとかね、釣りに夢中になっててね、脱水症状でバターンってなるパターンも結構多いので、全国で1週間で1万2000人ぐらい搬送されちゃってるので、熱中症で本当にお気をつけくださいという注意喚起を冒頭にして、北海道の釣り情報、今回もやっていきましょう。あとチャンネル登録、1000人超えました。ありがとうございます。本当に見てくださっている方のおかげなんで、本当に感謝しております。ありがとうございます。で、1000人達成の記念ライブを、この撮影しているね、2時間後にやる予定なんで、ぜひぜひそちらも、今言ってもしゃあないんで、加工ログ、多分出現とか超つまんない内容じゃない限りは YouTube にアップしておくので、ぜひそちらも、1000人記念ライブも、見ていただければ幸いです。さあやっていきましょう。前置きはさておきね、1分半も喋っちゃいましたけど、さあ行きましょう。小樽港、両型アオリイカ来た。小樽港の南防波堤で、でっかいアオリイカですよ。1キロサイズのアオリイカがずしっときたらしいですね。で、アオリイカっていうのはそもそも結構本州の方とかね、釣れてて、北海道の南側でも、釣れてましたけど、小樽の南防波堤に来ることは、めったにないと、非常に珍しい現象が起きたっていう話です。このアオリイカもね、1匹だけですけどね、釣れたのは。次、室蘭港マイカ釣り盛況。もう室蘭のマイカが釣れてますね。ただ例年ね、イカ釣りのね、イカの数がね、減少してるのでね、イカ釣りは多いけど、イカが少ないっていうね、ちょっとね、どんどん厳しい戦いになってますよね、イカちゃんとはね。次、白老港、マイワシ好調、ルアーでふくらぎも上がる。ふくらぎっつうのは、ブリの、前かな。ブリの小さいバージョンですね。白老でマイワシ好調。苫小牧西湖、家族でサバマイワシ満喫。あとここに書いてないんですけども、苫小牧東方では相変わらず、ジグでサバも狙えます。もちろん白老でもジグでサバ、デカサバですね、40センチというのが上がっております。で、苫小牧東の発電所前か、そこでも、ジグでね、サバが上がったり、もちろんサビキでも上がります。で、そこでもふくらぎがいまだにね、釣れているらしいです。ということで、僕はですね、日々、釣り芯でしたりとか、LINE グループ、掲示板、Twitter、YouTube などから、あとブログから情報を収集してます。その情報をお届けしておりますので、ぜひぜひ見てください。次、エリモ。えりもの歌別漁港で全体で鮭20匹以上。すごい。広尾、十勝港では、鮭2匹ですね。次、大樹町の大樹では、ロケットね、ホリエモンが飛ばしている大樹町で、浮きルアーで初物鮭キャッチ。あと、乙部では、道東の方ですね、乙部、鮭、カラフトマス、両方いける。オトベ漁港で両型の地下300匹ですね。両型っていうのは19センチぐらい、20センチぐらいの地下が、ね、この時期にしたら珍しいね、冬サイズの20センチぐらいの地下が300匹上がったということです。ちょっとご近所の方はね、気軽にふらーっとね、デカ地下狙うのも楽しそうですね、ファミリーで。次、稚内。浮き深瀬にオス酒ヒット。稚内相変わらず酒釣ってますね。次は留萌湖。留萌湖では、サバを餌にサバ20匹。共食い釣りですか。サバにサバで。お疲れサバです。このダジャレはね、ちょっと個人的にマイブームでして、なんてことはない。この暑い夏をね、ちょっと寒くしてやろうかということでね。はい。次。回し系。回し系では、鮭、今後に期待。なんだ。まあいいや。次、石狩湾信仰、樽川埠頭でシャコポツポツ。石狩湾信仰で、シャコなんですけども、フェンスの方で、3日連続で、泊まり込みで3日連続シャコ釣りをしている方がたったの3匹しか釣れていないと、まあ、書いてありましたね。今年シャコ外れ年ですね。去年だったかな、めちゃくちゃ釣れてましたよね、シャコ。うん、それがね、もう脱皮時期入っちゃってね、ちょっと食いが渋いのかなっていうのもあるかもしれないですね。ちょっとそこはね、シャコさんに聞かないとわかんないですけど。あと、石狩湾信仰に関して言えば、この撮影日の2日前かに、ちょっと偵察してきました。まあ、ちょっと動画はね、お蔵入りになったんですけども、釣れなかったんで、坊主だったんで、僕はね、なんだ、ロックフィッシュ竿に、スプーンに、磯目つけて、ピューってやったんですけどもね、まあ、ズル底引きでね、ハゼ釣れたらいいなと思ったけど、まあ、釣れませんでした。まあ、そのついでね、いろいろ偵察してきました。なんだけど、そこにいたおばちゃん、シャコ、夜6時から入って1匹しか釣れてなかったですね。で、そのおばちゃんも今年は渋いねって言ってました。あと東港のところで、サバ、両型のサバが、20センチ級のサバが結構釣れたとのことです。うん、で、樽川埠頭は相変わらず、人は多かったですよ。人は多かったんですけど、相変わらず、まあ、いまいちだったなって感じですね。まあ、小サバ、チカ、ポツポツって感じでしたね。大気、町で投げ釣り全体で鮭2匹。ラウスでは全体でカラフトマス2桁を、すごいな。シャリでは全体でカラフトマス20匹。基本的にこの北海道の右上ですか。すごいですね。カラフトマスとね、活性してますね。で、鮭も混じっていると。網走、鮭開幕。いいですね、網走。鮭来ましたね、ようやく。もっと早く来ても良さそうでしたけど。サルフィス、投げ釣りで鮭3匹。枠内、全体でカラフトマス10匹超え。もう活性しますね、もう、カラフトマス。当たり年ですね、今年はカラフトマスの。マシケ、八柄島沿いヒット。石狩の浜マス川同流亭鮭上がる。あ、来ましたね、ついに。石狩湾信仰。ここで僕釣ったことあるんですよ。結構、高さがあるんでね、タモは長いのが必須です。次、石狩のビシャベツ川河口海岸でも鮭が釣れ出す。ついに石狩にもね、鮭が到達したということですよね。で、沖ですけども、古びら沖で、ヒラメ1030匹、苫小牧沖、で、マイカで出し上々ということですね。以上が、全体像となっております。今回の星3ポイントでは、羅臼でカラフトマス、稚内、地下、サバ、網走、地下、ガヤ、釧路、サバ、マイワシ。で、全体的に、まあ、道東方面では鮭、って感じですね。まあ、あとは、えりもとか十勝方面でも鮭ですね、広尾とか。まあ、そんな感じです。まあ、相変わらず全体的に言えるのは鮭、カラフト、マス、あとは地下、サバが釣れているようですね。で、稀にイカですね。アオリイカ、マイカって感じですね。あとは、マイワシもね、白老、苫小牧方面で相変わらず釣れてますね。今回、釣りしに書いてあった漫画コーナーにね、イルカの話があったんですよ。白イルカの話があったんですよ。ちょっと書いてみました。可愛いですかイルカね。可愛いかなって感じ。まあなんてことはね、好奇心が強く様々な芸を覚えるという話です。で、ダイバーさん、海に潜ったダイバーさんがパクパク喋るじゃないですか。その時のこの口のモノマネ、人間が喋る口をモノマネして、白イルカさんもパクパクね、誰も教え込んでないのに勝手に覚えてね、人間の真似をするっていうね、でもキュートで賢い、イルカですよっていうね、それが白イルカって話です。オホーツク海の方でも、網走とかね、まあ白イルカ、ちょっといたんですけども、まあ今ではちょっと消えてしまいましたって話です。あなたは南カリフォルニア、暖かい南カリフォルニアにも現れるようです。まあ、本来ですね、シロイルカは北極海に住む白いハクジラ類らしいです。北極海にいたんだけど、なぜか暖かい海にまで、まあ、ね、遊んできてるのかわかんないですけども、泳ぎに来てるというね、可愛いね、シロイルカの話です。結構鮭釣り動画とか、今年も YouTube に結構上がってるので、まあそちらを見てね、勉強してから、酒釣り行くなりしてみたらいかがでしょうか。で結構ね、酒動画になるとね、数字取りやすいからか、結構ね、酒釣りに関しての動画が結構今年多めに上がっております。そのルアーの選び方だったり、餌の選び方だったりね、ルアーの作り方、仕掛けの作り方とかね、結構酒動画上がってますので、僕も非常に勉強になっておりますので、ぜひぜひ酒釣り行く前に YouTube で酒釣り動画を見ていくと、結構聴覚変わると思いますよ。うん。で、今回の動画、いいなと思った方は高評価お願いします。コメントも必ず見てみますので、ぜひぜひよろしくお願いします。結構コメント見てね、僕勉強したりするのも大好きなんでね、よろしくお願いします。で、引き続き、チャンネル登録もしてくれるとありがたいです。まあ、チャンネル登録するメリットとしては、北海道のね、こういった釣り情報をいち早くあなたにお届けすることができるのでね、それを締めにね、このコーナーをやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の、暑いですけども、ここで打ち切ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。オフショットチャンネル登録1000人超えました。ありがとうございます。撮影している今段階では1050人ぐらいいってますね。いや、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。マジで感謝してます。だってね、このように見てくれている方がいるおかげでチャンネル登録1000人超えることができたんでね。いや、本当にありがとうございます。まあ、一つの節目としてね、これからも1000人、3000人、5000人、1万人、10万人とね、いったらなと思っております。いや、本当にね、僕は、まあ、一つオフショットとして伝えたいことがあるとすれば、本当に感謝してます。マジで本当に、1000人まで本当なんですよ。3年かかったんですよ、3年。ね、本当に最初はもう釣り動画の保存庫としてね、パッと撮ってパッとアップするっていうことをやっておりました。で、チャンネルももちろん0人、再生数も1、2、3、10人とかね、まあ、本当そんな感じでしたよ。なんだけども、まあ、最初は保存庫として使ってたんですけども、まあ徐々にね、チャンネル登録者が増えてきて、まあちょっとね、まあアップするからにはちょっとした責任っていうのもあるのかなと思ってね、じゃあちょっとね、他の釣りチューバーを見ながら、僕もね、アップしてみました。動画をね、釣ってる、ね、自分の動画とか。そしたらね、まあ楽しくなってきちゃいました。本当はね、釣りだけに集中する楽しみもあるんですけども、まあ、YouTube の撮影しながらね、釣りをするっていう楽しみもね、また一つ増えました。なんですけども、まあ、めちゃくちゃ大変ですよ。だって撮影して、ね、家帰って魚さばいて料理して飯食って、で寝て次の日、この年になると疲れもね、なかなか取れないっていうのもあるんですよ。で、そんな中で動画編集が頑張って、で、また編集技術もね、覚えてね、編集して、で、アップして、で、アップしたで、まあ、アップロードできませんでした。エラーが起きたりとかね、まあ、そもそもデータがね、飛ぶこともありますし、まあ、そもそも釣りの動画を撮りに行っても、まあ、超過ゼロ、坊主だったら、まあ、お蔵入りになるっていうこともまあ、あります。まあ、多分、3割ぐらいはお蔵入り、いや、もっとだな、50% ぐらいは、半分はお蔵入りしてます。うん。とかですね。まあ、あとは、なんだろうな、まあ、誹謗中傷もあったり、低評価がね、なんか多かったりっていう動画もありますよ、もちろん。で、思ったより再生数が取れない動画もあったりね。その度に結構挫折とかね、辛いなと思ったりしました。なんでね、一回ね、600人ぐらいいた時に、一回やめようと思ったんですよね、この釣り、チャンネル。ちょっと挫折したっていうかね、いや、ほんと大変なんですよ。本当に大変。編集、一つの動画で編集するのも、どれぐらい6時間ぐらいかかりますね。釣り動画に関しては。で、この超過をお伝えする動画でも編集で、まあ3時間もかかりますね。なんだかんだで。うん。なんか間違ったこと言ってないのかとか、本当に言ったことは正しいのかとかね、ちょっと正確性を検索したりとかね、まあそういったことまでやっております。まあでもね、本当に、まあ何度もね、2回、3回かな、3回ぐらい諦めかけたんですけども、本当に1000人達成できたことは本当に嬉しく思います。ありがとうございます。本当に見てくれている方のおかげなんでね、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、あとは釣りは楽しい。釣り動画も楽しい。本当に釣りが僕好きでですね。で、YouTube も好きなんですよ。なんでそれがうまい具合にこう、ね、マッチした感じなんでね、本当に、嬉しいですね。こう、釣り動画って感じで。I have a tree, I have a YouTube 動画、釣り YouTuber って感じでね、ちょっとね、まあ最近ようやくもっとね、楽しくなってきました。うん、この釣り動画を通じてね、この釣りの楽しさを伝えたいというのも僕の一つのミッションとしてはあります。僕自体ですね、東京で病んでしまって、で、札幌に戻ってきて、で、ちょっと病んでる時に、たまにね、動画出てくれている、僕の釣りの師匠、友達でもあるんですけども、その方が釣りに、ね、強制的に連れてってくれて、で、そこで釣りの楽しさを知って、で、その、まあ、回復してね、今に至るわけですよ。なんで本当に釣りにもう僕の人生を一度救われたっていう形なので、釣りというものに関しては本当に、深い思い入れもありますし、感謝の心もあります。というふうにね、本当人生つまんないなとかね、本当病んでるなとかいう方にはぜひぜひね、釣りの楽しさを知ってもらってね、ちょっとでもその参考になれたらなという思いで、釣りの YouTube 動画をやっております。今後ともね、そういった思いを秘めつつも YouTube これからも発信していきますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた。